玄武対福岡ソフトバンクホークス1回戦の模様をお送りいたします。玄武の先発はノーヒッター今永、対するホークスの先発は左の田浦、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。玄武追う展開で迎える3回です。バッターは IB 野球の後継者畑山。第2球投げた、打ちました、いい当たり、ライナー破った、レフト前ヒット、クリーンヒットです。畑山ナイスバッティングです。玄武ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で IB 野球の後継者畑山。第2球投げた、打った、いい当たりだ、西田取った、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。4回までが終了しまして5対3、玄武この回3点を返しました。玄武ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で IB 野球の後継者畑山、一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、これは上がりすぎたか、桑原落下点に入った、取って、これで3アウトチェンジ。さあリプレイです。市民球場からお送りしております。中盤まで終了しまして5対3、ホークス2点リードは変わりません。玄武悔しい敗戦です。さて本日のヒーローは桑原、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は9対3、玄武敗れました。玄武対福岡ソフトバンクホークス2回戦の模様をお送りいたします。玄武の先発は左のエンミンソン、対するホークスの先発は高野、サブマリン高橋、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。玄武追う展開で迎える2回です。ツーアウトランナー一塁という場面で IB 野球の後継者畑山、初球空振りから流し打ち、抜いていった、ライトからサードへ、畑山いいバッティング。玄武追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナー一塁という場面で IB 野球の子、初球を打ちました、入れば逆転だ、掴みました、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。玄武追う展開で迎える6回です。今日は安打を放っています IB 野球の後継者畑山、ストライク。第2球投げた、ボール。第3球は打った、右中間へ持っていきましたがヒット、畑山ナイスバッティングです。玄武ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で IB 野球の後継者畑山、今日はここまで3打数2安打。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、ヒットになります。打球が転がっている、センターからセカンドへ、玄武さらに1点を返しました。畑山タイムリー。さあこれでワンアウトランナー一塁。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日は大活躍でした。
玄武対福岡ソフトバンクホークス3回戦の模様をお送りいたします。玄武の先発は魂の二刀流小西、対するホークスの先発は右の泉、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。0対0で迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で IB 野球の後継者畑山、さあ次の投球、危ない球、第3球ストレートに振ってストライク、第4球は打ちました、いい当たり、西田ボールを取る、1塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ、ランナー1塁に残塁です。2回が終了しまして0対0、両チーム無得点です。玄武同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で IB 野球の後継者畑山、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げました、ボール、第3球は縦のスライダー、ボール、第4球を投げました、打ったい当たりだ、入れば逆転だ、センター交代、ダイレクトに当たった、玄武同点、バーディー三塁です、なおもチャンスが続いています。さあ先ほどの同点の場面です。同点で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で IB 野球の後継者畑山、第2球投げました、絶対痛烈な当たり、ライト交代、ランナー1塁に戻ります、取りました、これで2アウト。回の降板、マウンド上ピッチャーは覚醒した男川原、今日3人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第1球投げました、決まった、ストライク、第2球投げました、ボール、第3球を投げた、ストライク、村本厳しい球、第4球はストレートはボール、第5球投げた、縦のスライダー、空振り三振、低めの、玄武見事勝利です。ご覧のように玄武が勝ちました。本日の勝ち投手小西負け投手、さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも、最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。結構普通だね。なんか下手にすげえ回ってたけど